こんにちは MB です今日は MB アルティメイトファブリックシリーズから第2弾パーマネントハットバイリモンタイタリーこちらの紹介でございます今回 MB アイテム史上もう MB アイテム作り始めてから8年経ちますけれどもものづくりを僕やり始めて8年になりますけど今回コスパはもしかすると史上最強かもしれないです はい。というわけで今日は、えー、MB アイテムの中でもですね、スペシャルラインである MB アルティメイトファブリックシリーズから、パーマネントハット by リモンタイタリーこちらを紹介させていただきます。ポイント一つ目。 海外メゾンと同じ素材を使った最高峰ライン、アルティメイトファブリックシリーズ第2弾ということなんですけれども、えー、アルティメイトファブリック、前回ですね、ステンカラーコートをやらさせていただいたんですけど、このアルティメイトファブリックシリーズっていうのは、僕の MV アイテムの中でもですね、とっておきの素材だけを使ったシリーズで、基本的には海外メゾンが使う素材と同じものというのを まあ一つ、えー、軸としてて考えています、えー、例えばですね今回も前回も使ってるのがリモンタ素材、まあ、イタリアのリモンタ社っていう 会社が使っているナイロン素材なんですけれども、えー、リモンタに関しては後で説明しますけどルイ・ヴィトンだったりとかプラザだったりとかさまざまなブランドが使っている、まあ、本当に海外メゾン御用達の日本だとほとんど使っているブランドを見かけない、まあ、リモンタでも中国製のリモンタがあるのでそっち使っているブランドはまあ,あるんですけれどもイタタリリア製リモンンっっててそこまでで使っているブランドがないんですね、まあ、価格がどうしても高くなりすぎるのであまり扱えないところが多いんですけれどもそういったものだったりだとか今後予定されているものだとバブル バブワーの生地として有名なブリティッシュミラーレーン社の素材だったりとかバブアーの素材はブリティッシュミラーレーンが作ってるんですけどうちもブリティッシュミラーレーンの素材を使えることになったのでブリティッシュミラーレーンの素材だったりとかエルメスが採用しているアノネイのレザーとかアノネイシャのレザーとか、まあ、そういったメゾンで使われている素材を中心に本物を展開するラインとしてアルティメイトファブリックシリーズというのを作りました基本的にメンズ服っていうのは保守的でシンプルなものが多いと思います まあ僕が今着ている T シャツとかもそうだけどなんだかんだデザインのないシンプルなものを着る男性が圧倒的に多いと思うんですけどそうすると差別化のポイントってまあコーディネートで差別化することもできるけどアイテム単体で考えるのであればシルエットとと素材になると思うんですよねシルエットはあのパターンを頑張って考えるとかあの職人さん囲うとかでなんとかなるけど素材はやっぱりもう物なんで。 コストがかかるものなのなでやっぱりその追っかけないと難しいわけですけれども「アルティメイト・ファブリック」シリーズではその差別化の肝となる素材にフィーチャーしてもう海外メゾンとかが使っているのと全く同じものを使って可能な限り安く展開してハイブランドってなかなか普通に生きてたらちょっと高すぎてなかなか手が出ないじゃないですか。そういうういとところの足掛かりにしててもらおうと思って まあ、うちのそのアルティメットファブリックのものを手に取ってみてあ素材が違うとこんなに印象違うんだって分かってもらったらハイブランドも見に行きやすくなると思うんですよ。 でハイブランドとかメゾンのものづくりっていうのはやっぱりこう作り込みが全然違うので素材だけじゃなくてねもちろん作り込みいろんな意味での作り込みが全然違うのでそこに触れてもらいたいから階段としてうちをちょっとアルティメイトファブリックシリーズを安くしてるので踏み台としてもらってそこから興味が出たら例えばマルジェラ行ってみるとかプラダ行ってみるとかっていうことをやってもらえたらなっていうふうに思ってメゾンとファストの つなぎ目として階段として展開するのが「アルティメイト・ファブリック」シリーズだと僕たちは思っています。 で基本的にそのメゾンが使う素材今回のリモンタ素材とかもそうなんですけどリモンタの素材とかめちゃくちゃ高いしブリティッシュメラレンの素材とかもすごく高いので通常日本国内のブランドが出そうと思うと相応の値段がしちゃうんですけど僕らって理想的な D2C 方式でで皆さんに物をお届けすすることができま何て言っても宣伝も僕がやってるし作るのも僕がやってるし販売も僕がやってるから小売りも反則の費用もかからなくて。 ももう何にもかかんないわけですよ作ってる人間が手売りで売ってるのと同じことなんで反則費用うちゼロですからねだから特になんかツイッター広告出しますとか雑誌に広告出しますとかプレスルーム置かせてもらいますとかそういうことも全く 全くしてないので基本的にはコストがかからない中間マージン全くかかってないので可能な限り安くできるで、なおかつうちって受注生産が基本なので受注だと在庫リスクがかからないから廃棄のロスがなくなるそうすると基本的に在庫が残ると価格が高くなりやすくなるわけですね縁因になるわけですねまあ、決定的な要因かって言われると難しいけど在庫が残ってロスが出る赤字が出るから次の年の価格っていうのはじゃあこのぐらいにしておかないと損出ちゃうから価格ちょっと ていようねっていう価格決定ののの原因にななしまうのが在庫のロスなんです、ね、でそれを受注生産によって可能な限り避けてるわけですから可能な限りっていうかうち廃棄ゼロなんで基本的には価格がギリギリまで抑えられるっていうところでかなり安いコストで値段で本物の素材が提供できる唯一の会社じゃないかなというふうに思ってるので僕らはこの「アルティメイト・ファブリック」で あのメゾンに対しての階段状に上がる踏み台になってもらえればなというふうに思って作っていますで今回第二弾としてやるのは第一弾と同じでイタリアのリモンタナイロンを使ったバケットハットを製作しましたポイント二つ目素材についてですが中国製もあるが今回も本家イタリアリモンタで勝負とこれ前回の動画でも説明したんですけれどもリモンタって、まあ、イタリアのブランドですけれども実は中国製のリモンタも存在しています 視点みたいな感じなんですけど中国リモンタも十分いい素材なんですけれども、まあ、やっぱりイタリアのリモンタと中国のリモンタで比べるとどうしてもやっぱりイタリアのリモンタの方が値段は高くなるんだけど素材感はやっぱり違ったので僕らはメゾンが使う素材っていうふうに考えてアルティメイトシリーズやってるのでなので今回はイタリアのリモンタを使っています。 あの日本のブランドだと中国リモンタ使ってるところがすごく多いんですけれどそれはそれですごいクオリティ高いからおすすめではあるんですけれどもより本物って考えるとイタリア製のリモンタになるかなというふうには思います十分ね中国製でも質は高いんですけどねリモンタの話をするとですね改めてするとリモンタ社はイタリア北部にある創業1893年の老舗ファブリックメーカーです、えー、まあ生地のコレクションたくさんあるんですけれども ナイロンが非常に好評でですね1970年代後半にプラダのバッグに採用されたことから一躍脚光を浴びてて世界中で知られることになっています現在はエルメスグッチヴィトンなど海外ビッグメゾンがこぞって使用するファブリックメーカーとして極めて人気があります。 でビッグメゾンが採用しているナイロン素材を今回僕らも全く同じものを使っています今回縫製もちょっとこだわっていてですね中国の工場とかも縫製今綺麗なところが多いので中国製でもいいんですけど今回岡山縫製にしてあって、あのー、国内の名前は言えないですけど超超超有名帽子メーカーのが絶賛するあの使ってる工場で縫っていますので。 えー、縫製もかなり綺麗に仕上がっていますこの辺も期待してください、えー、同じようにリモンタナイロン使ったバケットハット、あのー、メゾンとかでも出されてると思いますが値値段段調べてもらえばかかるけどかなりぶっ飛んだ値段してます今回ですね同じ素材使ってハットを作ってうちで税込みで1万8,000円。 コスパとしては信じらられないぐらい,あのいいいいぐアイテムだと思います、まあ、もちろんメゾンのアイテムにはメゾンのアイテムのそれなりのちゃんと作り込みがありますからあの値段がぼったくりだとは誰も思ってない僕も全く思ってない関係者一度も思ってないんですけれどもただまあ素材感はあのメゾンと全く同じだし。 ットの形もですね僕ら一生懸命考えて作ってますのでこれを踏み台にしてもしこれ気に入ってもらったらメゾンの方も確かめてもらってああやっぱり細かい作り込みはメゾンすごいなってのも分かってくれると思うので、まあ、そういった意味でも是非あのこの「この 低価格でなんとかギリギリでやれてるのでこれをきっかけにメゾンのことも知ってもらえればいいかなというふうに思いますこれ洋服知ってる人からしたら相当びっくりするんだと思いますよくイタリアのリモンタンの化け派でこのぐらいの価格で出せるなと思っていると思いますが、えー、詳しくデザインについて見ていきましょうデザインなんですけど基本的にははっきり言って何もしてないですシンプルに仕上げているのでもうトレンド気にせず長く使えるように仕上げてあります でまあ、あえてデザインのポイントを言うのであればこのステッチングですねステッチングがこのつばの部分に施されているのでほんのりワークな印象をつけています。まあ、といってもバケットハットってほとんどがこのステッチ入ってるので、まあ、あの別に珍しいものではないんですけどリモンタナイロンあの写真見てもらえば着用写真見てもらえば分かるんですけどレザーみたいな風合いなんですよ。 同じナイロンでも重厚感があって普通のナイロンと全く輝きが違うのでレザーっぽく見えちゃうんですねそれで綺麗な仕上げにしてしまうとちょっと決めすぎになってしまうので若干ワークなな印象を与えた方ががバランスが取れる結構いろいろハットに関しては僕うちハット結構作るの得意なんでいろいろやってるんですけれどもやっぱステッチがある ののとととないのだとちょっっ印象が変わって素材きれいな素材を使うとステッチ入れた方がバランス取れるなってあんまり決めすぎにならずにいろんな着こなしに使えるなっていうところで今回はステッチングを入れてあります。 でデザインは僕の着用写真見てもらえばわかるんですけどストリートな着こなしからフォーマルな着こなしまで結構いいろんなコーーディネートに使えると思います、まあ、これがステッチが入っている理由でもあるんですけれどもあんまりフォーマルに寄りすぎてな、ね、い、まあ、黒のハットってちょっとねカチッと見えやすいと思うんですけどあんまりカチッと大人っぽくなりすぎないようにステッチングを入れてバランスをとっているのでシャツとかに合わせても別に違和感がないですしロングコートとかに合わせても全然 OK。 もちろんストリートっぽいような着こなしに合わせてもいけるのでスタイリング問わずにずっと使うことができるかなというふうに思っています結構ベストバランスで仕上げた自信がありますでシルエットとサイズ感についてなんですけど今回、えー、とうちのハットってみんなそうなんですけど珍しく2タイプ作ってます普通のブランドってフリーサイズなものが多いんですけどうちハットは必ず2タイプ作っていてっていうのを僕が結構頭おっきいんですよ なので頭大きくて入らない人の悲しさがよくわかるのでフリーサイズと頭大きい人用の L サイズこの2サイズ展開にしていますでフリーサイズは 59cm で L サイズは 61cm にしていますこれあのー、ほとんどの人は 59cm で入るはずです 59ってあの明確に59っていうよりは、まあ、もちろんちょっとねあのものなんで少しこう伸びる伸びるストレッチ性はないんですけど馴染むので、まあ、59cm でほとんど最初はきつくてもだんだん慣れてくるはずなのでほとんどの人はフリーサイズの方で入ると思います実際多分帽子メーカーとか見てもらえば分かるけど大体のフリーサイズが 59cm ですメンズはね。 ななので特に問題ないですまあレディースも59だとちょっと大きいかなって思う人もいるかもしれないけど化け派なんで女の子はすっぽりかぶってもらった方が可愛いと思いますから男女ともにですねフリーサイズでいけると思いますただじゃあ L サイズは誰が買えばいいかっていうと頭大きいっていう認識がある人は L サイズにしてください頭大きいとかそんな考えたことないなフリーサイズで困ったことがないなっていう人は 何にも考えずにフリーサイズで大丈夫だからほとんど8割ぐらいの人はフリーサイズで当てはまると思いますただいつも頭大きくて困るんだよな頭大きいってよく言われるな自分でも頭大きいと思うとそういうのに当てはまる人は L サイズを選んでください 大きすぎて困ることもないとは思うので迷ったら L でもいいとは思うんですけれども、ただ8割ぐらいの人がフリーサイズで問題ないと思うのでそのぐらいの認識でいてください。シルエットに関してはですね、ハットって意外と難しくて、もっとつばの角度がぐっと横になってるものも多いんですけど、で下になってるものも結構あります。例えばメゾンのハットだともっと下位置なんですけど、そうすると結構マブカにかぶって犯罪者っぽくなったりもするので。 いろんな人に似合うようにするためにちょうどいいぐらいの角度にしてありますこの角度にはかなりこだわっているので結構誰でも似合うようなシルエットになっていると自負しておりますでカラー展開についてなんですがカラー展開今回このベージュカラーはですねあの前発売したステンカラーとはまた違う色味になっていて結構薄めのベージュカラーになっています。 これあの初め黒だけでいいかなと思ったんですけどベージュ作ったら案外かっこよくて写真見てもらってもわかるんですけどななんんか色っっぽい感じのベージュになったんですよね。白 T とか白シャツとか白系の明るい印象のものとかもしくは春夏シーズンとかはこのベージュのハットがいいと思うしちょっと重めの秋冬のスタイリングとか黒がいいと思いますしなんか分けて考えてもありなのかなというふうに思います。 この手のねベージュのハットってなんかサファリハットっぽくなるかなと思って試しに作っただけだったんですけどさすがリモンタナイロンで光沢感上品さがあるので全然サファリ感が出ないんですよねちょっとドレス感が感じるぐらいいい出来になってるのでベージュからハードル高いなって思うかもしれないけどぜひチャレンジしていただきたい、まあ、ぶっちゃけ2色買いしてもまだ多分安いと思うんですよね。 1万8,000円でリモンタのバケットはてなかなか買えないと思うので2色買いも今回はおすすめをします。 さあまとめます、えー、今回発売するリモンタナイロンのパーマネントハットなんですけれども最高クラスのコスパに仕上がってると自負しておりますサイズ感もしかしたらちょっと迷うかもしれないですけどほとんどの人はフリーサイズでいいとちょっと覚えといてください頭が大きいっていう自覚のある人だけ L サイズにしてみてください発売日は4月の9日の夜9時から4月の10日の夜11時まで発売し受付しております多分すぐ完売とかはないと思うんですけれどもなるべくですね4月の9日の 9, 日9時チェックしていいいいただければといいかなと思いまで4月9日の9時には僕ライブ配信もする予定ですのでもし何か迷っていることがあれば是非この m b チャンネル4月9日9時にアクセスするとライブ配信出てると思いますからそちらでアクセスしてもらって直接僕とやり取りしても全然 OK でございます是非チェックしてみてください はい。それでは今日は MB Ultimate ァブ b ッ i c リーズからパーマネントハットバイリモンタイタリー。税込18000円についてお話しさせていただきました。お見逃しのないように概要欄の方に商品ページもついてありますので、チェックしてみてください。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。